さて石橋隆之のゲート7今週のテーマは開幕ダッシュに成功したのはどこだということで今週番組初登場いてまえだせんの4番 <laughs> 中村紀りさんですお願いしますのりちゃんで<は>さりさんさします何年ぶりもう10何年ぶりですねもうね近鉄時代はよく 夜ねはいお会いさせていただきましたはい珍しかったんですよ大体近鉄の人たちと飲むってピッチャー陣が多かったんですよだから本当に飲もを中心にそれこそポリちゃんだとか吉井君だとか佐野だとかっていう中でのりちゃんまだ若かったんですけどバッターで参加していたという初参加ですそらく野手では野手でははい 本当に昔もう手前打線ブンブン行ってた頃、<laughs> サイパンのキャンプ僕見に行ったことなんですよ。あ,あれはやばいです。すごいっすよ。は <laughs> ずっとあの炎天下でロングティー打ってんですけど、もう手の皮ベラベラになっちゃうんじゃないかっていうぐらい、<laughs> はい、あれ<う>あのカゴ一個何個くらいですか？あれね、二百五十ぐらい入ってますよ。それなんか、はい、ずっと取ってるんですよね。ずっと取ってますよ。 なんかだぐらいずっと売っててね暑いんでユニホームなんか絶対着れないんですよで T シャツを腕まっくりしてたら、うん、ここ肩がズルむけで日焼けでもう火けみたいになってて、うんはい、もうまた服が着れないっていう、はい、すっごいずっとあのロングティーって皆さん分からないでしょうかねこう投げてもらって。うん バンって打つんですけど、はい、外野まで飛ばさなきゃいけないんですよ、はい、そのルールがあってゴロはダメなんですよだいたい芝生の切れ目までは飛ばせというのが、はい、だいたいどこでもそうなんですけどはい。でも一番面白くないですでも本当に手だけで打ってると <laughs> 芝まで行かないんですよだから体全体使わないと絶対飛ばないんで本当にまあ言ったら力入れたら飛ばないし本当に 綺麗なスイングで、はい、でね、振らないと。下、下<ー>、下をちゃんと使って。打たないと。あの。二百五十出す。五百だ。八百だなんて。打てない。ですよ打てないです。打てないです足。バラバラになっちゃって。バラバラはい、まあ、基本的には、で、ま、も、あ、あの。基礎体力作りです。はい。フォームを修正とかじゃなくて、技術向上じゃなくて。ただ体力をつける。振る力をつけるという。意味だけでしたね。